下心 100% でもいい、どんな動機からでもよいから、とにかく実践するということです。大切なのは面白がる心です。純粋な心を持っていても実践しない人と、下心や損得感情があって実践する人、神様から好かれるのはどちらの人でしょう。例えば、A さんが電車で座席に座っていたら、おばあさんが乗ってきた。人からよく見られたいという気持ちは全くないけれど、席を譲りたいのに恥ずかしくて譲らなかった。一方 B さんは、おばあさんに席を譲りたいという優しい気持ちは全くなかったけれど、たまたま前の席に綺麗な女の人が座っていて、その人によく思われたいという理由だけで席を譲った。A さんは優しい心があったが実践しなかった。B さんは下心しかなかったが実践した。A さんと B さん、どちらの人を神様が応援するか。おそらく B さんではないでしょうか。動機がどんなに不純なものであっても、実践した方が確実に人を喜ばせることになるからです。トイレ掃除もこれと同じ。損得感情があるからこそ実践できるのです。